アクアさん？アクアさんが政府機関作ってくれた。ああ、理解。政府機関中央練習、政府機関の中央時、中央攻め練習、壁打ちに注意しつつ、政府機関の鍵となる中央を巡る攻撃とし、あ、これ新しいやつなんや。あれ、ティッシュないかちょっと待って。え、じゃあこれ壁なし？壁なし？りょうとさん、デンデンにメタメタにやられたよ。ガチ勢ルールわかんない、初心者の人が多いからね。ガチ勢ルールわかんない人が多いから、だから爆弾系と ロケランミニガン手榴弾なしの、粘着爆弾なしの、じゃあショットガン系もなし、アサショとかね。でもアサショ持ってる人少ないでしょ。とりあえずアサショなしね。アサショなし、そんぐらいかな。で壁割り、壁逃げ回りアリの方が、アリじゃないと多分慣れてない人アウトやと思う。全然できないと思う。壁 OK、 壁 OK。あと防ヘルなし、防弾ヘルメットなしで、アーマーもできればなしかな。拾う分あり、うん。黒幕さんガチでルールわかんないでしょ。だそれ今言った感じのやつで、まあ普通にやってたらいいっすよ。普通にやってたら大丈夫。何言ってるか分かんない。ん？何言ってるか分からへんって言ってみたんの？あ、何言ってるか分かんない。どうしようかな。まあ大丈夫と思う。大体何でもあり。あのさっき言ったやつ、さっき言った武器以外は何でもあり。うん。爆弾系。あ、懐かしいこのマップ。あ、このマップめっちゃ懐かしい。でんでんまだしない、うん、さっきやってたぜ俺。マジでこれ何？かけ中止はこれで正常なの？さんが7時までかけ中止は誰もかけてないから成立してないってことかな。あ、そうそうそう。なんかちょっとん？腕衰えてへんのじゃあ、うん、意外とね、腕衰えてねえんだよ。でも今やられたいきなり。初期アーマーなし、ヘルメットなし、ミニガンなし、ロケランなし、アサルトショットガンなし。そう、壁張り付きとか壁の方に逃げるのもあり。ただ天井なし。え、何？アサルトなしなの？アサルトショットガンっていうのがなし。アサルトなしなんだ。もう使ってたわ。屋上は？アサルトショットガンなしね。屋上もなし、2階なし。アイボンちょっと集中するか、米なん拾って。俺もしゃべれない、やっぱり。はい、かしこかしこ。しゃべったらやられる。はい、かしこかしこ。飛びながら死んでいった。うお、おったか。セブン、セブンって何？リオタさん。レベルが7ってこと？ん？ランクの。ランク7じゃ使えないですね。うおぉ、やられた。竹本さん、うまい。大喜利だけじゃない。大喜利。そう、竹本さん大喜利上手。24時間の時に大喜利してた。そこおるな。おーおーおー、やられた。ランク7ってことね。うん、ロケランミニガン当然ランク7じゃ絶対手に入らないね。ロケランが100じゃなかったっけ。そうだ。でミニガンが120。そうそう。
ダメだ。カバーのボタンが違う。ゲーム違うからね。ゲームが変わってしまった一気に。さっきのあの面白かったのから急にデスマッチになって、みんな真剣にやってる感じがすごいする。そうだね。京さんのその耳からバチャバチャ聞こえてた声が全く聞こえなくなった。みんなお茶お茶してたのに。やろう京さん。そうやな。フォックスさんも何も喋らんようになったんちゃう。私ね、鼻が喋ってるみんな。入っちゃった。喋、ね、れるはずないわな。久しぶりの人ほとんどやもんな、多分。うん、2年ぶりだぜ俺。うん、多分ブラックスリー壊れて第一声京さんが放った一言、俺からロスサントスが消えた。あ、プレステ3壊れた時な。ロスサントスにもう行けない。ロスサントスに帰れなくなったからな、あの時。俺の車返せって言ってた。ね、みんな口数減るよね。一番面白かったのが俺の車返せかな。あれが一番笑ったね、プレステ3壊れた時。そう、うん、お前の車ちゃうからみたいな。ゲームの中のお前の車やからみたいな。口数減るね、デスマやってると。アナグマさん、ナイス。まあでもこれやってるとおのずといろんなランクが勝手に上がっていくからね。そうだね。ランクっていうかね。おった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 。おーおったおったおった。オートイムやから。知らない人も入ってるこれ。うん、知らない人はいない。新しく、ただ初見さんの人が入ってる。フレンドさん、初見でプロになった人。おいおい、エイムが、エイムが変なとこ行った。京さんと遊んでくれてありがとう。これからもよろしくね、GTA 京さんの。いや、データの引き継ぎがね、全く分かんなくなったんですよ、うちら。アドレスも、あのパスワード、パスワードがね、分かんなくなったからね、データは引き継げなくなったんだよ。もう、あれやね、 iPhone のキャラもお釈迦やね。うん、そやな。 iPhone なんですよ、もともとね。そうそう、 iPhone が遊ばなくなって、京さんが遊ぶようになって、めっちゃやったっていう。うん、そこそこ有名だったと思う、正直。そこそこね。当時はね。あの ID 言えば知ってるって人多いんちゃう。もうおらんやろ。もうおらんか。ISBA ってわかるかな。わかんないよ。 ISBA、 ISBA わからんわな。じゃあみん、ね、3やからね。あのね、始めた人にちょっと教えといた方がいいかな。あのね、敵より先にローリングしちゃダメ。ローリングって言って、うん、回避できるんですけど、敵より先にローリングしたら絶対負けるだね。それコツだね、言ってたんです。ローリングってどうなるの？うん、ローリングは構えて四角、それでかわせる。かわせるけど、敵より先にローリングしちゃうと、ローリングするとロック外せるんですよ。ロック外せるけど、敵より先にやっちゃうと後出しでやられるから絶対ダメなんですよ。大丈夫。それを意識してやればある程度。うん、それを意識してやればいいかもって言ってたね、みんな。今日のところが前、うん、あのガチデスマクルーやから全員言ってたね。 そうそうそう、それ。うん、こんな感じでね。そうそうそう、今動画見てる人はやられた、やられた。竹本さんがええところにリスったのに、リスポン位置が。そうやったんだ。あ、そう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 、亮太さんの言う通り。そうそう、くるんってローリング先やっちゃうとダメ。亮太さんいろんなゲームやってるね。危ねえ。ゲーム好きだね。めっちゃ危ねえ。アイポンたちと一緒だ。これからもアイポンチャンネルよろしくね。いろんなゲームやっていくよ。誰かそこにいるはず。誰かそこにおる。オートエイム邪魔。かけるくんか。かけるくんや。オートエイム邪魔やね。これ狙いたいやつと違うやつに行くからね。そう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 。で、手前のやつ狙いたいのに奥のやつに行くからね。そうそう。なんでか知らんけど、これ。あと、なんだろうね、フリーセッションの時に警察にターゲット行くのが一番ムカつく。そうやな。おめえお呼びじゃないよってやつな。そうそう、おめえ関係ねえよ、警察邪魔だどけみたいな。警察をやってるうちに後ろからやられるっていうね。そうそうそう。
いたったったった。ここにヒロキング来たら最強やろな、ヒロキング。うん、あいつは一人でぶち抜いてんねやろな。ヒロキング、ライトニングとかな。あ、ライトニングさん懐かしいな。ライトニングさんまだやってはんの？あとゴリゴリも強いし、小人も強いな。シャリンガンはやってない？シャリンガンは、BO3 ばっか。あー。シャリンガンの BO3 すごいもんな。うん、あいつ強い。ホクスさんやばいやばいやばい。ごめんね、今日さん、もう話しかけないわ。うん、やめて。うん、壁いいよ、壁いいよ。あ、だった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 。カクル君、うまい。ナイスキル。ナイスキル。今のうまかったね、カクル君。うん、よかった。つうか、ガチ勢ルールって今もう流行らんのやない？デンデンうまいな。うん、デンデンうまいと思う。あ、今もまだガチ勢ルールってあるの？本当に？みんな強いね、ほんまにね。ロケラン…フリーセッションではいるでしょ、さすがに。うん、そう、フリーセッションはルールないから。中にはフリーセッションでも要求してくるやつおるやろ。あ、そう。うん、それとしな。そう、バカみたいなやつがミニガン使うんじゃねえよとか、芋ってんじゃねえよとかね。それデスマッチっていう話やね。そう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 。で、小学生がムカつくのが、うん、はい、ミニガン使う雑魚っていうふうに言うやろ。なんでミニガン使ったら雑魚認定するのか全くわからん。そうそう、やられてるやつが雑魚。その通り。やられまくってる。小学生投資のそれやね。そうやな。あと、煽るのが下手くそやのに。そうやな。あ、こいつさん、コメ欄に登場。やりながらコメ欄登場できるってすげえな。4文字打てるね。黒幕さんとこいつさん、6文字打てるね。すげえわ。ボタン間違えた。やべやべやべ。ボタン間違えた。ね、小学生煽ってくるからね、やつら。煽り方も下手くそやねん。そうそう、もっと上手に煽ればいいのに。イライラさせるようにしか煽らんやろ。で、笑える煽りがないやろ。めっちゃ勝ってても相手1キルぐらいしかしてないのに、1回でもこっち倒すとハイザゴーっていう。ダークゾーン6で壁抜けローグ談合してたからぶっ殺してきた。そうそうそう、倒した時だけ強気になる。おいおい、楽しかったかい、みんな。やっぱアクアさん死ぬほど強い。高橋さん強い。めっちゃ強い。61の24だもんな。俺が31の20だから。アクアさんすごい。アクアさんすごい。あ、アクアさん今日ね、初見さんでね、フレンドになってくれた人。今日も全然1キルできんかったから。いや、こいつは上手かったよね。普通に。うん。みんな動けてるね。うん。すごいね。あの、iPhone いつも共産の見てたからわかるけど、みんな動けてる。トンキチさんこんばんは。はい、トンキチさんこんばんは。キヨさんの来る、キヨさん今日俺の来る、今入ってないよ。うん、ないね。うん、ただ前来るやってた時のボスが復活させるって言ってたから、まあ多分入っていいと思う。ちょっと待って、ローグ6人相手プラス1人で全員殺したの、アレックさんすごいね。すげえな。私一瞬で解ける自信がある。ローグも下手くそおるからね。たまに思う。はい、了解です、ありがとうございました、お疲れ様でした。ずっと点滴で表示されてる点で。あ、キララさん遊んでくれはった人。キララさんも初見さん、うん、今フレンドから招待来たから抜けますって。はい、ゆうたんさんお疲れっす。お疲れ様。あ、トンキチさん今日お尻見に来たって。トンキチさんお尻見に来た。了解、お尻見せます。ちなみにこのキャラのパンツも見せます。あれか、家か、あれのことか、あれのこと。